こんにちは。今日お客様のメイクを担当するラテと申します。よろしくお願いします。このショップには今日が初めて訪問ですか？はい、そうですね。最初にお客様の肌のタイプをチェックしてみます、はい、ちょっと近く行ってみてもいいですか？はい、ありがとうございます。ではちょっと失礼します。私このクレンジングウォーターを使いますね。
ングを使って胞子をちゃんとしてあげます。報酬もちゃんとできました、これからは本格的にメイクしてあげます、はい、まずベースメイクなんですけど、こちらのファンデーションを使って、全体的に薄く塗ってあげますね、はい。お客様の肌は本当に綺麗だから、こんな感じでちょっとだけ塗ってもいいなと思います、はい。それにこのスポンジを使って、次はね、カンシーラーですね、はい。このカンシーラーを使って吹き出物にカバーしてあげます。そしてもっと自然に表現するために指を使って、ブレンディングしてあげます。
ぱり軽いメイクがいいんじゃないですか。はい、はい、では塗ってあげます。もう肌は完璧ですね。はい、本当に綺麗です。では次はね、アイメイクするなんですけど、まずこちらのかわいいライトピンク色を使って、まず目の上に全体的に塗ってあげますね。はい、こんな感じの色です。可愛い色でしょ。シェードパレットを使ってメイクしてみます。はい、開けてみたらまあこんな感じでいろいろな色がたくさんあるんですね。はい、で今回はね、このコーヒーっぽいの色とこのピンク色の使います。はい、まずこのコーヒーっぽいの色を使って、この目尻の部分にちょっとだけ塗って、なんか目がもっと大きくなる感じにメイクします。だから私この色を使ってすぐ眉毛も描いてあげます。はい、はい、眉毛もちゃんとこんな感じで
感じのピンクの色をこれに目の下に少しだけ塗ってば本当に綺麗です。はい、それで私反対の部分を使ってとこの部分にちょっとだけよし。次はね、アイライナーですね。はい、アイライナーにはね、この黒のアイライナーを使います。はい、これをと少しだけ次はマスカラですね。はい、今回はこのマスカラを使いますね。はい、このマスカラはこんな感じで上のまつげの部分とこの下のまつげの部分があるんですね。はい、まず上のまつげから始めましょう。はい、じゃあちょっと目を下を見てくださいね。はい、
知ってアイメイクはちゃんとできました。はい、本当に綺麗ですね、目は。はい、で次はね、ブラシャとリップメイクですね。はい、まずブラシャにはこの小さいかわいいピンク色の、ブラシを使います。はい、開けてみたらこんな感じで、かわいいスポンジもある。このなんかいちご牛乳っぽいな感じですね。はい、これをちょっと笑ってみてください。はい、笑う時のこの頬の部分につけば本当になんか可愛らしい顔ができますね。はい、こんな感じで、これもはい、ブレンディングしてあげて、よし、なんか桃っぽいな感じで本当に可愛いですね。はい、次は最後にリップメイクをしてあげます。リップメイクにはね、なんか全体的になんかピンクな感じですし、リップもピンク色を使いますね。はい、それでこのピンク色を使います。これはティントですね。こんな感じで本当に綺麗色でしょ。はい、ちょっと口を開けてみてください。ありがとうございます。はい、こんな感じでリップに、塗ってあげます。よし、はね、最高の最高ですね。はい、もっとキラキラするリップのために、私このリップグロスを使いますね。はい、これはこんな感じでロゼ色ですね。匂いも本当にいいし、なんかチョコレみたいの色で、匂いですね。はい、でこれをちょっとだけこんな感じで塗ってば、はい、上もよし。本当に綺麗ですね。はい、それで今日のメイクは全部完成でした。私本当に可愛いと思いですけど、こちらの鏡を見てくださいね。
それに今日の部屋と服にはもねよく似合いますし、うん、はい、今日来てくれてありがとうございました。では今日少しデートを楽しんでください。はい、ありがとうございました。